つも思うんだけどさ、これ暗いんだよね、この部屋。しかも変わんないな。こんばんは。人生初の握手会ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。そんな人生初をね、私に使ってくれてありがとうございます。はじめましてーだって。おーちゃん、そう、今めっちゃね風強くて、雨も降ってて、あのめちゃめちゃね今日ボサボサになった。一発ルームに着いた時もボサボサだったし、今もボサボサだったんだけど、思ったよりなんか直せるぐらいだったから、ショールームやろうか迷ってたんだけど、雨でやばくなったらやめようって思ってたけど、今日意外と大丈夫そうだったからやりました。アサディさん、星ありがとうございます。一発 MC 頑張った、やった、嬉しい。ゆくりゅうさん、リップありがとう。いたず隊長さん、くまさんありがとうございます。ありがとう。優しいって喜んでた、嬉しい。握手会めっちゃ陽キャキラキラ。え、そんなことないよ、本当に。なんか INTP って陽キャブルらしい。だからぶってんだよ多分。髪伸びた、そう伸びたの。わ、アサディさん、クマさんありがとう。音符さんもクマさんありがとう。使いありがとう。初見、え、そう、今日メイクねめっちゃうまくいって、美女が良かったので美女が良かったので、あのまたやりました。でもさ、これなめっちゃ実はクセっ毛で、雨になるとこんなになっちゃう。わかる？このこれピョピョピョって、これはもうしょうがないので、見て見ぬふりをしてください。このメイク好き。今日ね、何が違うんだろう、何かが違うんだよね、わかんないな。久しぶりに動いてるこひちゃん見れた。お、リップだ。阿部寛さんありがとう。即設計なんです、私実は。アルノートさん、はじめまして。ウォーターメロンに、イゴなんもや、アイ、こんばんは。こひちゃんの外羽が好き、嬉しい。そう、今日はなんかさっきね新しく買ったリップもつけたし、違う小ひなです。ゆきおさん、くまさんありがとう。湿気があるとくせ毛が目立つ。そうそうなの、本当に本当にさ、くせっ毛なんだよね。ともおさん、星ありがとう。来週誕生日、お、おめでとう。何のリップ使ってるの？リップ、初見です。いあ、エイエ、イアイエ、イアイイさん、はじめまして。そう、ひなのリップはちょっとマジで汚いんで、あの溢れ出てて、リップさめっちゃいろんなの使ってるから本当にわかんない。こんな今日はこれってだけで、なんか毎日10本ぐらい持ち歩いてて、気分によってリップを変えるんだけど、わ、すごい、今日めっちゃコメントが流れてっちゃ、ありがとう、嬉しい。そう、19期ちゃんから名前で呼ばれてない成田さんでした。今日も来ちゃいました、ハマりましょう今日のリップは多分このアミューズさんの6番、これと成田さん、成田さんダメだよ。あとあれ、もう一個違うポーチにある、持ってきてないや。こんばんは、成田ママ。ビビベベさん、何これ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いんだけど、何これ、リップ猫、めっちゃ可愛いんだけど、もう小ひなやんこれ、可愛い、ありがとう、嬉しいたわ、ありがとう。カズミンさん、星ありがとう。
ね、ビリーブ優勝したよね。すごい。私は一度しかちょっと今シーズン怪我してしまって参加できなかったんですけど、1回の優勝がもし力になっていれば。1回しか出てないんだけどね。チューンさん、初見です。はじめまして、成田小日向って言います。やっほー、大逆転すごかった。あれ21点って何、23点、出た時優勝しました、初出場の日。ありがとう、ビビベベタワー、ありがとう。にゃ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 、ありがとう。今日はちゃんとホワイトボード復活しました。本当に見つかりました。しっかりと発見いたしました、タンスの中から。タンスの中に埋もれてました。ありがとう。旅行券まだ使えてないの。そう、なんかスケジュールの関係で使えてない。スイカの谷さん、結婚してありがとう。4枚抜きしたら10点入るんだ。そっか、そうなんだね。ヌジョッチマークスフェチルゴーソナドチルゴーソヨン。あ、かすみちゃん、やっほー。こひちゃんのアイメイクめっちゃ本当、そんなこと言ってくれんの。お、ゆうすけさん、俺の嫁、 Thank you Thank you Thank you。 お、初見です、はじめまして。帰省に使ってください。確かに帰省ね、帰省旅。かずみんさん、はい、ありがとう。土曜のこひちゃん、土曜のこひちゃん、なんだったっけ、かっこいい日か、さこゆめみ、さこゆめみ、いなくない、いないやろ。土曜日初めて握手行きました、ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう。ね、今日の使ってるリップどっか行った、多分リュックの中に入ってる。これよく使ってます。でも毎日違うんだよね。こんばんは。土曜日のコーデ良かった、嬉しい。あれはね、かすみとお揃いだったんだけど、ひなが選んでちょっと私寄りにかすみを しました。私寄りのかすみにしてみました。帽子はね、一部あの4部と5、6部で変えたんだけど、4部はニット帽で、5、6部は猫耳にしました。小日向ちゃん、こんばんは、こんばんは。パパパ、リップはいくつくらい持ってるの。リップ30本ぐらい、わかんない、そんなにないかな。結構買ってるけど使わなくなったら捨てちゃうから。リップはマジでね、何本持ってても足りない。全部違う色、そう、全部違う色。あとあれ、なんかメーカーも違う。会いたかったよ、ひなも会いたかったよ。そう、気分で変えてます。気分とかその日の服装とか、あとメイクとかで。私毎日同じメイクしてなくて、多分毎日違うんだよね。
だからその日のメイクに合ったメイクリップをしてます。こいちゃんこんばんは、ヤマケンさんこんばんは。ね、明日からも歌唱力の予選が、はい気に入ったもの何回も買ったりはしないタイプ。なんかめっちゃ気に入ったら何回も買うけど、なかなかねもっといいのがあるんじゃないかってね探しちゃうんだよね。でもこのこれアミューズさんのやつはもう一回買うかも。これめっちゃいい、取れない。劇場の次は本当にこれが、これしか勝たないです。三日月、そう、あ、言っちゃった。まだ知らない人ごめんね、言っちゃった。こしちゃんのまつげかわいい。まつげ、まつげ、でも今日は結構下がっちゃった。歌唱力楽しみ、絶対大丈夫。ほんと嬉しい。わー、ティナニー、キャキャキャ、パンダ、パンダタワー、こまおよ、まままま、ありがとう。よじゅむえいろけっぽ、よじゅめ、よじゅむんがペンズルやんて、リップゲ思われたいってなんて言うんだろう、わかんないや。タワーってなんだっけ、これだっけ。綺麗に見られたいのでダイエットをしています。そう、アミューズさんのティントめっちゃいいの、本当に落ちない。パンダは描けない。カラオケ大会、まつげ顔が可愛い、嬉しい、ありがとう。パンダってどうやって描くの、パンダ。これ黒目と毛が一緒になってるよ、これ正解、それ、それって正解なの。サルパジョッソよ、うーん、マルゲッソよ。痩せたってわかんない、痩せたつもりではいるけど痩せてないのかもしれない。パンダパンダパンダ、耳デカになっちゃった、じゃん、パンダ、こまおやん、ありがとう。初見です、はじめまして、やっほー。ね、耳デカパンダになっちゃった。痩せたら声で、え、それはね、痩せたら声量は薄くなっちゃうかもそれは確かにあるかも。でもやっぱさ、映るとさ、痩せててもなんか痩せてなく見えるから、ちょっと映りを良くしたくて、うん、ピョン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 。なも、コシさん、ね、コシさんも嫌なんだよな、コシちゃんって呼ばれたいな、救急機ちゃん。あたたたたた、そうだ、さっきさ曲を選んだ理由教えてくださいって来てたんですけど、このあの曲はなんか得意な曲は他にあって、なんかもともと歌唱力出るってなったらこれを歌おうって決めてた曲があって、候補にもちゃんとあったんですけど、歌ってみてやっぱね、歌いやすいし得意だなって思ったんだけど、なんかこれ違うなってなって、こうやっぱあまりない歌を見せる機会があまりない中でこう歌うなら、その自分が得意で簡単な曲じゃなくて、あのなんていうの、ちょっと難しいけどこう難しいのに挑戦して、もっとこうよく見える曲にしようって思ったので、あの曲を選びました。そう、実はね、小日向ちゃん、アミューズさん、東京桃っていう新作ティントマジに合うと、お、作る人こう
そう、今リップのやつ探してる途中だから。東京桃ね、東京桃。はじめまして、カラコンウインク立てるの見て好きになりました。嬉しい。 TikTok のやつだよね。嬉しい。歌唱力残しての活躍と、大丈夫かな、もう撮り直しできないからちょっと大丈夫かなっていう。成田さん、どういう基準でお洋服選んでますか？マジでかっこいいので真似させていただきたい。嬉しいです、まずはありがとう。私私服は本当に全然かっこよくなくて、カズさんこんばんは。ダルギが好きなんですけど、本当に何もない時はジャージとか、アダディさんありがとう、ジャージとかなんですけど、なんかこういうねかっこよく見せたい日、握手会とかかっこよく見せたい日はお店でお店に行って一目惚れしたものを買ってますなんかね、私意外とっていうか、結構おしゃれとか言っていただけるんですけど、そんなにね服をたくさんこう持っている方ではなくて、全然持ってないんですけど、言うたらなんか重ね着が得意なのかも。いろんなのを着る、着こなしがおしゃれ、嬉しい。だ、奇抜な着方をするから多分おしゃれだって言ってもらえるのかもしれない。ちょっと個性が強すぎるのかもしれない。店員さんと会話できない、だからヘッドホンつけていかないとお店入れないです。態度悪い人みたいになっちゃうんだけど、本当に話しかけられたら全部買わなきゃ出ていけないなって思っちゃって。そう、握手会何を話せば喜んでくれますか？そこにいてくれるだけで喜びます。あとは任せて、何でも嬉しいよ。ヘッドホンしながら買い物するの、そうなの、そうそうそう、めちゃめちゃね、私全然陽キャラさんじゃないですよ、本当に苦手なんですどこのジャージ？ノルディさん持ってないんだけどね、全然一着も持ってないんだけど、ノルディさんのジャージが可愛くて買いたい。次買うジャージはノルディさんかなっていう感じです。ペペペ、いつもコヒちゃん目の前にして話したいこと飛んじゃう、そう言ってくれる方いっぱいいる、そうやって。だけど全然そんな私そんなすごい人じゃないんで全然大丈夫ですよ。なんだピース全然大丈夫ですよ、本当に全然緊張しなくて、私も緊張してるので。そう、ひなめっちゃ人見知りなんだよね。そうなの。こひちゃんの握手会声が明るいから楽しく、嬉しい。ひなめっちゃさ声でかいんだよね、なんか歌うんだからの大事にしてって言われるぐらい声でかいんだけど、握手会は楽しくなっちゃって声でかくなっちゃうんですよね。シートに張り付くぐらい前に出てるしういお、ノルディ大好き。俺、あ、そうなんだ。ノルディさんのおすすめ教えてください、私にも。ピア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 。そう、誰の推し T シャツ着ても同じように優しくするんで、優しくっていうか、変わらずお話しするので。任せて。よく笑うんだよ。よく笑う。試合頑張れって言われたから頑張った、よかった、見たよ、お疲れ、お疲れ様。握手会めっちゃ用だから絶対お話しやすいと思う。嬉しい。握手会は用になれるのかもしれない、もしかしたら。未だに人見知りだよなって感じるムーブする時、え、どういう時、ちょっとやだはず、それは隠してるのに。え、例えば何、そんな、え、やだ、いやだ、前髪長いな握手会のノリで買い物、それはちょっと厄介すぎないうるさすぎない、大丈夫？アウトドア派インドア派、めちゃめちゃインドアです私、本当に休みの日は真っ暗のカーテンの中で。え、慣れた後の距離の詰め方、人見知りな、え、ちょっとやだ、何それ、
かんないな、そんなことしてんの全然わかんない。タラコイちゃんずっと笑ってるから口を閉じてる瞬間、え確かにずっと笑ってるよ本当に。コイちゃんヤギフェチンチャチェミッソリアクションにちわーこまおーありがとう。そう大葉が好きです、私大葉めちゃめちゃ好き。最初人見知りそんなに感じなく、おい本当に嬉しい。寒くなってきた、冷房つけてたら寒くなってきた。今日はイーサン T シャツ、うん、こんばんはね、いい T シャツでしょ、ひしゃ寒い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 、マジで髪伸びたんだよね、ちょっとどうしようどうしようっていうか、なんかさ髪伸びるとともに増えるからさ、私の場合めっちゃ毛量多いんですよ、結構ゆいの次ぐらいに多い気がする。そんなことはない、えこれ見てほうきやん、マジタクだったらこのまま飛びそうだよ、ウィーンってコヒナちゃんが昨日 X に載せた写真マジ可愛かった、嬉しい、ありがとう。ちょっと自撮りが上手くなりたいなと思って頑張っております。ウルフとかに、えウルフしたいの、いつかウルフにしたい。ウルフコヒナも好きでいてくれますか。イメージが伝わってないのもったいない、そう実際ちょっとおとなしい人だと思うね、めっちゃ思われるんだけど、ね、やっぱ結構ね大人メンバーだからずっとね全員がうるさかったらあのお話にならないことになっちゃうので、まとめ役をすることが多いからそう思われがちなんですけど、明るい、明るくもないな、なんだろう、笑顔はします。ふんて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 ん、こんばんは、たかずいさんこんばんは。公演デビューの時の写真めっちゃ盛り上がるね、そうあの時ついてもいなかった、そのままストンってあの髪だったからめちゃめちゃさめちゃめちゃ多いんで、多いんだよねあの時。でも最近はついてもらってるからちょっとね段が入ってるのよ、でもわかんないけどどこに入ってるか。ウルフ似合う、嬉しい嬉しい、ほんとコヒちゃんの握手楽しい、嬉しい。握手会の時チュロス食べました、あのキャラメル一番ノーマルなやつ食べました。意外に妹キス、それはない絶対にない、私上あの先輩とか年上の方との仲良くなり方がわからない、ずっとね下の子あの何兄弟も弟だし仲良い方の年下の子だったので、そうなの。ジェラートも食べた、あのねクッキー&クリームとマンゴーを食べました、美味しかった、マンゴーがなんまら美味しくてびっくりしちゃった。次の握手会行きます、ありがとう。8月の握手会追加で買ってしまって嬉しい、ありがとう、嬉しい。長女です、イエイ。そうやって日曜日はハーフアップをしていました。パパパ、コヒちゃんがチャレンジしたい髪型してるモデルさんとか女優さん、チャレンジしたい髪型、なんやろ、チャレンジしたい髪型って難しいね、なんだろう、ルセラフィムのチェオンさんかな、わかんない難しい髪型パッと出てこない今の髪型、でもウルフにしてみたいとは思ってた。コヒちゃんって本当に18期のお姉さんって感じ、もう事実だもの、18期の最年長なので事実なのです。今日の一発コイちゃん目の目そ、本当嬉しい。でんでんでん
ヨジョンちゃんかわいい。横顔綺麗、ありがとう。ヨムセカゴシ、ん？ヨムセケボーゴシップンセンガー軍、いっそ、いっそよ。髪染めてみたい考えはある？あります。黒髪すごく似合ってるんだけど、染めるとしたら何色がいい？染めるとしたらハイトーンにしたいですこんばんは、お顔がドタイプです。 TU のいちごちゃんがよくお名前出してて気になってきました。嬉しいです。ゆちゃんありがとうございます。嬉しい。最近も名前出してくださってんのかな。嬉しい、ありがとう。ドブ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 。おお、コメントが流れてしまう。紫とかやってほしい。シルバー、おーおーおお。お、ドキドキドッキンチョリンパさん、タコさん、ありがとうございます。浴衣に三つ編みで求め髪やりたい。派手な感じ似合いそう。嬉しいね。オカベリンさん、めっちゃ可愛かった髪の毛。ひなは金髪はちょっと多分似合わ多分似合わないので、なんかし、あ、白っぽい金みたいな、ホワイトブロンド的なやつか、ピンクピンクしたらやばい、びっくりする。ベリーショート嫌だ。あ、銀の髪いいね。似合わないな多分。愛理ちゃんがこしちゃんタイプだってエピソード詳しく。そう、なんかこの間会った時に、学ランがまずかっこよかったから写真撮りたかったって言ってくださったのと、あと土曜日の日にもタイプかっこいいって言われた。こういうの似合うって。似合いそう。ピンクのコロ、絶対ピンクのコロネツインは絶対違うやろ。絶対に私じゃないなそれ系統的にアッシュ似合いそう。アッシュってなんだ。シルバー、ね、なんか明るい色、やっぱ明るい色の人ってなんかすごいさ、オーラが出るっていうか、オーラがすごいなって思うので、やってみたいなって思ってます。ピンク髪でね、ピンなんか、うん、難しいですね。タコさんありがとう。ドキドキドッキンチョリンパさんありがとう。まずは明るいブラウン、明るいブラウン私絶対似合わないんですよね、パーソナルカラー的に茶髪マジで似合わないと思うので、茶髪はしないです。絶対もし染めて、茶髪に染めてくださいって言われたら染めるしかないけど、絶対に似合わない茶髪。似合わないと思うので、あ、インナーカラーとかね、なんかとりあえずかっこよくしてみたいです。ウォーターメロンにビオレ5万円ありがとうね。いつかでも黒髪が多分一番似合うと思うけど、一回はやってみたいよね人生で。長い髪は伸ばしたいけど、やっぱ個性がなくなりそうなので、私のね、ここにいるまでは、ここにいる時は長いのはないかな、わかんないけど、短い髪の人が増えたらもしかしたら長くなるかもしれないけど、やっぱ見つけてもらいたいので。結構ね、髪短いから見つけてくださること方とか多いので、やっぱね大事なのかなって思っております。今はこの髪が、編み込みやりたい、ここグエって。そう、外ハネってなかなかいなくて、個性ある。ててててててて、
髪染めたらお披露目までフードで隠してほしい。確かにね、隠そうか。自由に伸ばしたり短くしたり、それはもう超人なのよ。それは超人なのよね。歌唱力どうだった？楽しかった。楽しく歌えたので、結果はどうであれ皆さんに聞いていただけるのが楽しみです。な。タイガーマスクって何？虎のマスク？なんか話したいことあったんだけど、何だったっけな。歌で天下取ってる。ちょっとまだそこまでの歌唱力はないので、これからもっと頑張ります。もっと上手くなりたい。バララ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 ラ。ムンくん、はい、ありがとう。録画してある？使うって視力いいんだけどさ、スライドをねこうしなきゃいけないときに、いいよ遠くても、いや、こう携帯はねいじれないのよ。スライドしてコメントを見ておりますので、なんか話したことあったんだよね。何だったっけな。何だったっけ。玉竜さん星ありがとうございます。視力いいの羨ましい、嬉しい。そう、明日明後日歌唱力、そう明日明後日、どっちどっちどっち、ひなも怖い、ひなも知らない、いや。歌ってからさ、あの歌う時は緊張してなかったんだけど、今緊張してるのよね。聞かれるのが怖い、ちょっぴり怖いです。どうしようかな。怖いよ。公園の話じゃない、それはあんまりね、大々的には。そう、やっぱね、あの審査員の方も人間なので、やっぱ難しいよねきっと。放送始まったらファンも緊張ね。そうだよねきっと。リキさん可愛い、ありがとう。ね、そうだよね。人間だったら好みとかもきっとあるだろうから、好みだといいな。高髄さんありがとう。何が緊張する？映像が見てること、結果が分かることか。自分の歌唱を 見返すことが緊張する。どちらでもないという。歌好きです、めちゃめちゃ好きです。音楽大好きです。少なくとも僕の好みではあります。それならない、もういいです。それで十分です。ありがとう。小ひなちゃん X で名称見られたりするかな。似合いそうなティントの写真見せて。もちろん見るよ。そんな嬉しい、ありがとう。めっちゃ嬉しい、そんな。ありがたい、ありがたい。本番に強い方じゃない、全然強くない。私だ、見てわかる通り強くないんですよ。ふん。人前で歌うこと、もともと好き、全然好きじゃなかったです。人前で歌うなんて絶対できなかったです。私、人前で喋ることもできなかったので、本当に性格が変わりました。てか家族の前で歌うこともできなかったので、私本当に。こしちゃんの歌声をしばらく聞いてないと体が欲するようになるくらいに好きだと思って。嬉しい、そんな褒められたらなんか歌いたくなっちゃったよ。小ひなって可愛い名前だね。本当嬉しい、親に感謝、ありがとう。会場で他のグループの人と交流できた。会わなかったです私は。
多分 AKB の中でも一番最後だったから最初の方だったら合ってたかもしれない。昔から歌うまかったの？全然てか歌ったことがなかったから、本当に声を出すってことはあんましてなかったから全然ですよ。 AKB に入ったポジティブ思考になったかな。 AKB に入ってでもあのなんだ中学生の時に、小学生までは絶対に歌えなくて、中学生の時にあの友達とカラオケ、誕生日にカラオケに初めて行った時にうまいって言われて、それで嬉しいってなって、なんかちょっと歌に興味を持つようになって、もともと音楽は聴くのは好きだったんだけど歌うのが苦手で、人前でそのうまいって言われてから自信がついて歌えるようになって、でいろんな人とカラオケ、友達とカラオケ行ってるうちに、そのバレーボール部に所属してたんだけど、バレー部で行った時にその友達が、バレー部の友達がうまいって言ってくれて、なんかバンドっていうか、なんか壮行会みたいな、3年生送る会みたいなやつで、あのバンドをやりたいんだけどコーヒー歌ってくれないって言われて、その時はうまいって言われてたからちょっと自信がついたみたいで、いいよって言って、その時に初めて中3の時にあの歌ってうまいって、それここでもみんなに言われて自信ついて、高校生の時はバンドであの発表の時に歌ったり、その時からできるようになってました。そんな感じ。クールな雰囲気あるってめっちゃ言われます。日曜日あのちゃん同じ会場ね。そうらしいのね。同じ空気だけ吸ってきました。お会いはしてないですじゃあ可愛いと褒めたらもっともっと可愛くなる。もちろんだよ、褒めて、みんな褒めて。ちょっと信じるかは分かんないけど、 R&B 系の曲を歌うコヒちゃんが好き。 R&B 系ってどんな曲だ。好きな歌声のアイドルは日本のアイドルさんだと中西アルノさんの声が好きです。軽音部で、僕軽音部ではないんだけど、ちょっとしたバンドのボーカルみたいな感じでやってました。うん、そんな感じ。あと韓国だとめちゃめちゃ好きな歌声はたくさんいるんですけど、誰だろうな、誰だっけ、めっちゃ好きな人いたんだけど忘れちゃった。みんな好きなんだけどね、個性があってたくさん、みんな上手いのでまた思い出したら言います宇多田ヒカルさんの曲ファーストラブ歌ったっけ、実家でもお風呂で歌ってたかも。歌ってたかもしれないけど分からないです。推しが推し好きなのやっぱさ、嬉しい。こんな全部星になっちゃって分かんない。カラオケの映像、確かにあの裁判の時か上がってたね。こんばんは、ヒロインさん、こんばんは。そうね、モースさんでね、誰か動画出してくれて歌ってましたね。小指立てないですよっていう待って、消したのに寒いと思って、ついてんだけど、どういうこと。やばい、忘れてたけど、もう11時、私11時までです今日明日がちょっと長いので早めに寝たいと思います。もちろん話したいんだけどね。日曜日両親に会えたのが幸せ。本当いいな。じゃあ関節あるのさんだったのね。ひなも尾崎豊さんの I love you 歌いますよく。配信ありがとう、ありがとう。ね、ひなも今日ちょっと偏頭痛に襲われたんですけど、今は体調大丈夫そうです最近ファーストラブ全然歌ってないな。最近歌ってるのはね、なんだったっけ、
せた。この前なんかありがとう、こひちゃん可愛すぎて困りましただって。ありがとう、こちらこそ嬉しい、ありがとう。そういえば今日カラコン入ってます。いつもは入ってないんだけど今日は入れてみました。それ言おうとしてた。本当初めて会場に行きます。いた、どの部おすすめですか。7月13日の4部とかだっけ。あまあまこうではマジで見れないと思うのでぜひ。黒目大きい、そう今日よく気づいたね。あんまりめっちゃ派手なやつじゃないのによく気づいたね。カラコンは黒か茶色かわかんない。見える？見えないよね。くっくっ、目恐怖症の人ごめんなさい。カラコンウィンク、今日はカラコンウィンクだよ。ウィンクはできないんだけどね。不見です、はじめまして、成田小日奈です。やっぴー。片方はず、怖い、苦手なんだよね。鏡見ないとできない。多分眼球爪で引っかく。そうウィンクできないんです私。ほら本当にできないんだよね。放送事故だよねこれ。目おかしくないそう。これはねひなね、あの見た目で買ったんじゃなくて、なんかねこれのあの名前、色の名前がコーヒーゼリーっていう名前で、コーヒー？コーヒーないやんと思って買いました。そんな安易な理由で買っちゃいました、ごめんなさい。だからおすすめ、まあ、名前で買いましたっていう感じです。白石麻衣さんのねあのブランド、カラコンブランドのコーヒーゼリーっていう理由すごいよね。本当にカラコンとかマジで分かんなかったから、よしこれはもう名前で決めちゃおうと思ってコーヒーゼリーっていうのがあったから買いました。皆さんはそんな安易な理由で買わずにちゃんといろいろ見てから買った方がいいと思います。でも意外と似合うよねきっと、コーヒーだもの。コーヒーがコーヒーつけたらそれは似合うものきっとね。コーヒーゼリー感はちょっと分かんないですね。分かんないです、それは、それは分かんない。まあ中西アレノちゃん推し、そうです、めちゃめちゃ好きです。で最近川崎さくらちゃんの前髪上げがマジで綺麗すぎてびっくりした。やっぱ前髪あるとないじゃさ印象違うよね。紅茶飲めぬね、髪の毛伸びた。でもそろそろ短くなるので見納め、みんな見納めして、もうちょっとで短くなっちゃうよ。そうね、水島さんかっこしまちゃん、もう雰囲気変わったよね。そう伸びたのポニテ。私ポニテ似合わないんですよね。何これ跳ねすぎじゃない、大丈夫そう、何これどういうこと、花輪くんやん、え大丈夫そう、待って花輪くんなんだ、さすがに花輪くんすぎるでしょ、何これ、え花輪くんベイベーって言ってるよね絶対これ。あーこれナポリティ似合わないんだよね。ねえ、ゆめみ前髪つく、なんかね可愛いよ、ゆめみの前髪あり可愛い。さえちゃんぐらい短くしない、短くしたいよ、可愛いじゃん、ありがとう。そう髪の毛短いとさあの馬の尻尾になるのよこれが、あまりにも。そう本当日曜日ねポニーテールしようとしたんだけどちょっとねできなすぎて、そう似合わなすぎてやめました。でハーフアップにしました。
ツインテールなんとかテールなんとかなんとかなんとか、ちょっとこれはもうどうしようもできない。さえちゃんメルトポニーテ、さえちゃんねレッスンの時とかたまにポニーテしてるイメージ、かすみとかみんなが好きだ、好きでしょツインテール、うん、握手会とかでは絶対できやらないのでここでやりました。外跳ねしてるからさ、ちょっとブワーってなってる、ブワーってなってる。これでどう？どうどう？じゃん。こんな感じでしたね。ちょっとめいちゃん感があるね。確かに確かに。イエイ、怖くて歯が抜けそうです。そろそろランキング読もうかな。だいぶ青足として嬉しい。今日はあのダイエットのためにあれを食べました。ポトフ。またかよって感じだけどポトフ。話したいことは忘れちゃったので、思い出したらまたショールームをつけたいと思います。何だったっけな、歌唱力、歌唱力は話したし、何だったっけね、この声って聞こえてるのかな。ちっちゃい声って聞こえてんのかな。そう、めっちゃモヤモヤすんの、このあのこう忘れ、思い出せない時あーってなる。何なんだっけ、インスタ違う、何だったっけ、何だったっけ、忘れちゃったよ。インスタ、インスタもぜひ皆さんあの質問返ししてるので、あと何回やるか分かんないけど、ぜひ見てね。あの気が向いたら送ってください。明日の晩ご飯、何でもいいのよ別に。何でもいいのよ。服装、服装じゃない。質問返し、質問返しはぜひ。あと X のフォローもお願いします。もうちょっとで9900人行きたいです。お願いします。ぜひ。まだしてない。あまり宣伝とかするの好きじゃないんですけど、申し訳なくて、ぜひお願いします。小声で、小声失礼します。リバースでもいい、ひーちゃん、ひーさんじゃない、何だったっけ、一発じゃないな、ちょっとマジで思い出せないので本当にソーリーソーリーっていう感じで終わらせたいと思います。てかあれだよね、ひなのさ、あのハットかぶったさ、前髪ないさ、写真めっちゃ漏れてないですか、皆さんどうですか、ちょっと聞きたい。19期の話違う、20期の話違う、あね、20期募集ってびっくりしたけど、可愛い子お待ちしてます。そんな仲間が増えるのはいいこと。思い出したら見るね。そうだね、何だったっけな、本当に男気じゃんけん絶対違うの、絶対に違うのね。 X1 万人行きたいです、いつか生きているうちに。お願いします。申し訳ないから肩も上げとく。
食べたチュロスの味はキャラメル。夕日、夕日は違う。福袋の宣伝違う。絶対に違う。そういえばあれ、あの野菜ゴーゴーシスターズのね、あれアクスタもらった。これ宣伝していいって言ってたけど、どっか行った。すぐ部屋にあるけどちょっと部屋が遠い。俺も応募しようかな。待ってるよ。してみて。待ってるよ。ちょっと過ぎちゃったけど、話すの楽しくて過ぎちゃった。もうしつこいよと思ってるよね。絶対いっぱいルームもやってたのにしつこいよって。遅刻には厳しいけど、みんなもう早く寝たいよと思ってるんでしょ。知ってるよ、知ってるんだけどね、なん思い出せなくてさ。なんやちょっとね、マジで本当にモヤモヤしてる。モヤモヤ、うん、忘れたので帰りたいと思います。思い出せない、ごめんね。こんなに尺取っといて。コヒとサヤのデュエットね、ひなもやりたい、やりたい、めっちゃ超やりたい。よし、じゃあランキングを読みましょうか。いて、はい、ランキング読みたいと思います。13位、かずみんアット影おじさん。ありがとう、みかじきのかありがとう。12位、ともアットあさって誕生日、わーおめでとう、早いけどおめでとう、ありがとう。11位、玉龍さんありがとう、ありがとう。10位、下ゆう、ありがとう。こっちかな、こっちかな。ありがとう。ありがとう。9位、音符さん、ありがとうございます。ありがとう、音符。9位、わたメロニン、ごまおやん。ごまおやん。7位、チョリンパコとドッキンドッド。チョリンパコとドキドキドッキンです。ありがとう。6位、イトキンさんありがとう、ありがとう。5位、阿部寛さんありがとう、帰る、ありがとう。4位、スイカの種さんありがとう。3位、アサディさん、コヒタンしか勝たん、ありがとう。2位、ビリベベさんありがとう、ありがとう。そして1位はティナンに、よじゅむんこしちゃんってもねんぼけ、こまおよ、ひなのおかげで幸せなんだって、ありがとう、こまおよ。配信ありがとうございました。いきなりの個人配信でしたが、楽しかったですか？楽しかっていただけたらよ、良いですよ、嬉しいです。蚊に刺されたの大丈夫かな？刺された、お、なくなってる腫れが、いつの間にか。そういえば、そういえばなくなってる。疲れ様、お休みありがとう。ところで思い出してないのよ、思い出してない。楽しかった、ありがとう。ドンギツネのコスプレに映像本当キツネ、今日も可愛い、ありがとう。花丸ください、ありがとう。これでゆっくり寝れます、やった、寝てんね、いっぱい。楽しかったです、ありがとう。それでは私は冬眠に入りたいと思います。声で癒されにいつでもウェルカム、ありがとう。おやすみ、ありがとう。じゃあバイバイ、おやすみ、アンニョン、グッバイ、おやすみ、いい夢見てください、バイバイ、ピョン。